タクル、シドニー FC0 の2位鹿島、1次リーグ H 組、7日、シドニー鹿島アント。ラーズが MF ドイ、DF 上田の得点でシドニー FC、オーストラリア、に勝利した。季節は13日にホームでシドニー FC と対戦する。金森はシュートに持ち込みたいが DF に阻まれ打てず、前半17分シドニー。FC0 の0鹿島、ロイ、金森と繋いで左サイドを駆け上がった山本にパス。山本はクロスを上げるも味方には合わず GK にキャッチされる、前半7分シドニー FC0 の0鹿島、左サイドでボールを受けたドイが前戦に浮き急パス。鈴木が反応しエリア内に飛び込むも GK にキャッチされる、前半6分シドニー FC0 の0鹿島、レオシルバ。土井の細かなパスワークで攻め込み、最後はレオシルバが右足でシュート、ボールは GK にキャッチされる、前半1分シドニー FC0 の0鹿島、元清水のアレックス・ブロスケがスタメン出場、前半1分シドニー FC0 の0鹿島、キャプテンマークはソケタン。新加入の犬飼がスタメン出場、前半1分シドニー FC0 の0鹿島、鹿島ボールでキックオフ、鹿島スタメン、2-1GK ソケタン順 5DF 上田直道 1-6DF 山本シュート 2-4DF 伊藤幸俊 3-9DF 犬飼友也4メガファラデーレオシルバ6メガファラデー長木亮太8メガファラデー土井昇進13メガファラデー中村敦隆9FW 鈴木優馬 1-4FW 金森武史、鹿島ベンチ、1GK クオンスンテ 2-3DF 小田井月 2-8DF 町田幸喜 3-2DF 安西幸喜 20MFDミサオケント26MFD 久保田和音 1-9FW 山口和馬より小さいアクルより大きい32チームが出場し、1次リーグは全8組で総当たり、ホーム&アウェイで実施。各組上位2チームが決勝トーナメント T に進む。決勝 T もホーム&